アタゴマルは日本郵船が保有した同社発のディーゼル推進貨物船である。技術を参照する検知からイギリスのリスゴーズ社に発注して建造1924年に竣工した。太平洋戦争中に石油タンカーへ改装されたが1944年11月にボルネオ島でアメリカ軍機の空襲を受けて格座放棄された。 第一次世界大戦による造船劇の集結後、1920年代には、商船の質の改善が造船界の課題となった。世界的に注目されたのが経済性に優れたディーゼルエンジンの導入で、大型商船にも搭載可能な大出力の船舶用、ディーゼルエンジンが欧米各国で実用され始めた。日本優船もディーゼルエンジン導入を検討し、 1923年に最初のディーゼル商船として計画したのが、アスカマル、アタゴマルの姉妹船であった。技術を参照する目的から、建造はイギリスのリスゴーズ社グラスゴー造船所へ発注され、搭載機関も、アスカマルはデンマークのバーマイスターウェイン車製ディーゼルエンジンを採用したのに対し、アタゴマルにはスイスのスルザー車製ディーゼルエンジンを使用している。 エンジン以外の点では一般的な貨物船で外観上の特徴はない。アタゴ丸の当初の巡航予定は1924年3月末であったが造船所の労働者がストライキを起こした影響で大きく遅れ1924年11月28日の巡航となった。この間の同年7月に三井物産船舶部が 三井物産造船ぶ玉工場で建造したディーゼル貨物船赤木山丸が先に進行しており日本最初の公用ディーゼル商船のタイトルを逃している完成したアスカ丸、アタゴ丸の姉妹船は神戸港シアトル船に就航したしかしシアトル航路は航路のみの貨物輸送が中心であるためディーゼル船は経済的に不向きと判断されアスカ丸型2隻は ニューヨーク航路に配線先変更となった。選手の日本郵船が機内丸型貨物船に代表されるニューヨークライナーと呼ばれる高速貨物船の整備に出遅れたため、アタゴ丸は長くニューヨーク航路に留まっていた。その後、1934年に日本郵船のニューヨークライナーである N 型貨物船6隻が一挙に就航したのと交代して中米航路へ移動となっている。 日米関係が緊迫する中、アタゴマルは日本陸軍に徴用された。太平洋戦争勃発後、陸軍徴用船として1942年前半の南方作戦終了まで使用された。徴用解除されてからは民主船に戻っている。南方作戦の終了後、占領地から日本本土へ石油を輸送するタンカーの不足が問題となると対策として 一般貨物船を応急タンカーに改装することが決定された。1942年末に差し当たり20万総トン分を改装することになり、アタゴマルもその一席に選ばれた。1942年12月24日に海軍省の一般徴用船とされた後、12月28日に佐世保港で改装工事に着手し、1943年2月14日に、 完了した。海装の容量は、貨物用戦争を水密加工し、揺れや雨のため液面を狭める仕切り板を設置して、石油タンクとする簡易なもので、戦争口も基本的に貨物船のままなど、外観上の大きな変化はなかった。王宮大貨海装後の最初の任務は、海軍徴用船としてのボルネオ島ミリさんの原油輸送であった。1943年2月18日に、 マコーで5艘船団に加入し、2月28日にミリ到着。キロも船団に加入して、サンジャックと高尾港を経由し、4月2日に無事に川崎港へ到着した。次のシンガポールへの航海では、無動力の特殊輸送船24号を栄光して、5月15日に到着している。1943年7月にかけてパレンバン油田と、 中間集積地シンガポールの間の重油とパラフィンワックスの輸送に従事していたが、7月下旬からはミリ30油の日本本土への輸送に加わった。同年11月29日に徴用解除されて民需船として船舶運営会の管理下に移されている。以後は日本本土への石油資源輸送に従事し、他の応急タンカーの多くと同様日本本土とミリを結ぶ。 低速石油船団である未船団の中堅となった。レ例6船団、ミ13船団、ミ14船団への加入が確認できる。アメリカ海軍潜水艦による通商破壊の活発化や、レーテ島の戦いに関連した、軽空橋移動団など危険にさらされながらも、本船は損失を免れて行動を続けた。本船の最後の航海は、二25船団に加入してのミリへの、 石油積み取り量であった。1944年11月3日に輸送船22隻、解剖艦5隻で、文字から出港したミ25船団は、キールン広域の輸送船8隻と故障船1隻を途中分離しつつ、インドシナ半島沿岸を南下した。同月15日に、両船のうち、日英丸と第 2U30 が潜水艦に撃沈されたものの、本船を含む、 輸送船11隻、解剖艦5隻はジャックに到着。ここで、ほとんどの船はシンガポール行きで分離し、アタゴマルはニ TM 型戦時標準タンカー、アカツキココロマルと共に、解剖艦3隻の護衛で南シナ海を横断、同月26日にミリへと到着した。ミ十5船団以降のミニ27船団、ミニ29船団が、いずれも途中で打ち切りとなったため、 アタゴマルは未戦団でミリへ無事到着した最後のタンカーとなった。しかし、せっかくミリに到着したアタゴマルも日本へ石油を持ち帰ることはできなかった。アタゴマルは2日後の11月28日にミリ港内で石油の積み込み作業中にアメリカ陸軍航空軍の B-24 による爆撃を受けて被弾、格座した。翌29日に軍から 総員退去が命じられ、船体は修理されないまま放棄された。船体の残骸は戦後も現場に残されており、観光用の沈船ダイビングの対象となっている。ありがとうございます。